最近僕が買ったおもちゃの中で多分一番感動したのゴッドスコーピオンなんじゃないかな。皆さんこんにちは、しろげです。はい、今回紹介するのはこちら、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドスコーピオンです。はい、今回はこちらをレビューしたいと思います。はい、こちらは前回紹介したゴッドカブトと同様に三大守護神の一人です。個人的にこのゴッドスコーピオンは女の子だったっていうところがめちゃくちゃ衝撃的でした。はい、こちらがゴッドスコーピオンです。尻尾が可動を決めろスコーピオンショットといって、劇中でもここから毒を注入していましたね。で、このゴッドスコーピオンなんですけど、今回ゴッドカブト同様にメッキパーツがふんだんに使われております。箱の後ろはこんな感じです。レバーと連動して尻尾が前後に動くギミックだそうです。そしてこの超豪華メッキ仕様のスコーピオンクロウに超変形。では開けましょう。実を言うと三大守護神の中で開けるのが一番楽しみなのはこのゴッドスコーピオンです。よっと、では行きます。せーの、よっと。おお、思ってたよりちょっとでかいかな。おお、メッキまんまだ。いや、すごい。はい、中はこのようになっていて、ゴッドスコーピオン本体と尻尾パーツと足パーツと爪パーツが入っておりました。尻尾パーツと爪パーツのメッキがめっちゃかっこいいんですよね。いやー、これは本当にすごい贅沢にメッキ使ってるな。今のスーパー戦隊でこんな感じで豪華にメッキ使われてるのってあんまないですよね。では、こちらのゴッドスコーピオンを組み立てます。まず、このパーツをここまで持ってきて、で、ワンクリック上に上げます。反対側も一緒です。そして尻尾部分をこのように稼働させます。このね、尻尾のこれカチカチする音がすっごいいいんですよね。そして爪パーツを取り付けます。ちなみにネジ穴がない方が前になります。これがね、結構硬いんですよね。痛て、あー、ダメだこれ動かない。いや、これはまんないことあるかな。ちょっと一回反対側やってみよう。これ個体差なのかな、もしかして。あ、やっと取り付いた。あー取れちゃった。よし、あー、やっと取り付いた。で、このまま合体させて、続いて足なんですけど、この突起がある方が前になります。反対側も一緒です。そして最後にこの尻尾を取り付ければ、はい、完成、ゴッドスコーピオンです。いや、何度も言ってるんですけど、このメッキパーツがめっちゃかっこいいんですよね。いやー、これは本当にすごい感動しました。最近僕が買ったおもちゃの中で多分一番感動したのゴッドスコーピオンなんじゃないかな。ちょっとわがまま言うのであれば、合金パーツ入れてほしいな。この牙の部分だけ合金にしてくれたら、もっと良かったですね。はい。多分ね、昔の戦隊ロボだったら絶対合金使うかなって思います。はい、じゃあ近くで見るとこのようになっていて、ここが頭部になっているんですけど、劇中だと紫の目があったんですけど、今回は紫の目とかは一切ないですね。ちょっと目の塗装はあってほしかったなって思います。続いて胴体はこのようになっていて、胴体もこれサソリまんまですよ。いや、これはすごいよく作られていますね。ちなみに余談なんですけど、三大守護神の中で唯一昆虫じゃないのはこのゴッドスコーピオンです。ちなみにサソリは節足動物です。ではこのゴッドスコーピオンの可動範囲について説明します。まずこの爪の部分がボールジョイントでこのように回転します。あー、これ動かすとメッキが剥がれるかもしれないので、僕は多分あんまやらないかなって思います。そして尻尾のこの部分がボールジョイントになってますので、これもこのように可動します。では続いてはこちらのゴッドスコーピオンのギミックについて説明します。この後ろのレバーを動かすと連動して尻尾が前後に動きます。では動かします。おー、わー、痛い。はい、こんな感じで尻尾が稼働します。これ実際に毒を注入してるかのようですね。はい、そして前回紹介したゴッドカブトと並べるとこんな感じです。黒自体が金色と黒色ベースになってますので、統一感があってすごいかっこいいですよね。で、ゴッドスコーピオンのかすれ塗装はこの部分になっています。かすれ塗装というよりかは、まあなんか普通の塗装に見えちゃうような気がしますね。はい、ではこちらのゴッドスコーピオンをスコーピオンクロウへ変形させます。ちなみに変形なんですけど、前回のゴッドカブト同様に結構お手軽に変形します。まずこの右側の爪の部分をここまで倒します。で、これメッキパーツに当たるかと思いきや当たんないんですよね。こういう感じで配慮されてるところがすごいいいと思います。で、続いてこの尻尾の部分を4クリック倒します。ちなみに5クリックでもできるんですけど、5クリックだとこのようにメッキが当たっちゃいますので、まあ基本的には4クリックです。そして最後にこの爪パーツを展開すれば、はい、これでスコーピオンクロウの変形は完了です。では続いてはキングオージャーの変形いきましょう。ちなみに今回は左腕に取り付けるので、左腕のゴッドテントを外します。続いて拳をこのように稼働させます。はい、これでキングオージャー側は完了です。では合体させます。まずこのゴッドテントをこのジョイントに取り付けます。
そしてこの金王者への合体なんですけど、結構複雑なのでちょっとゆっくりやりたいと思います。見えづらいんですけど、この穴の部分を拳に通すように合体させて、で反対側の足でこのように差し込みます。はい、完成、スコーピオン金王者です。あの前回のゴッドカブトと違ってめちゃめちゃかっこいいですね。あ、じゃあ近くで見るとこのようになっております。フロー状態になって、でさらにこの金メッキがキラッと輝くので、めちゃくちゃ高級感があります。で、金王者の可動を生かして、はい、こんな感じのアクションポーズも決まります。ゴッドスコーピオンもゴッドカブトと違う良さがあってめちゃくちゃかっこいいです。はい、一応こんな感じで反対側の右腕に取り付けることもできます。一応ね、取り付けられないことはないんですけど、この突起パーツのせいで、あのこれ正面に向かないんですよね。取れやすいんですよね。ちょっとここが残念かなって思います。はい、そして前回レビューしたゴッドカブトと武装して12体合体にしていました。これね、めっちゃ迫力ありますね。もうあの12体合体といえば、もう完全に伝説のエンジンを G-10 があるんですけど、これもなかなか面白い12体合体でめちゃくちゃいいと思います。で、実はこれは完全体じゃなくて、次に紹介するじゃん、このゴッドホッパーと合体させることで完全体の13体合体レジェンドキングオージャーになります。いやー、これね、レジェンドキングオージャーに合体させるのがめちゃくちゃ楽しみになりました。はい、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドスコーピオンはこんな感じです。はい、ということで、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドスコーピオンをレビューしていました。前回のゴッドカブと同様にお手軽に変形ができますので、これも素晴らしいと思いました。次に紹介するゴッドホッパーのレビューもすごい楽しみです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。